池田が本当にこのところのゲームディフェンスでものすごい頑張ってるなというのがよくわかりました。ただ打ってくるこの人のスリーポイントか、ね、左手ガッツポーズ、ユリアン・ミカ、そしてただ打ってきたロングツー、見事ですね。最後しっかり決められるか、ただです。最後に決めた、ただ昨日について今日もスリーポイント成功。やはりゾーンです、やはりそのアウトサイドシュートどうしても必要になりますね、はい、さあ岡下さん、ただが入れてきました。ただはこれがホーム初得点というふうなことになります。今このオフェンスの場面ではどう組み立てていくか。スリーポイントを決めたただがもらいました、フローター。さあ早速ただこれ活躍見せてますね。いやいいですね。なかなか今日は、はい、このゾーンディフェンスに苦労してない攻めてますので、はい、まあ、ここは流れが良くなってくると思います。ここはスリーポイントきましたね、はい、外にさばいて伊藤、もう一度野本へ。さあ伊藤からただスリーポイント連発と、何か決まった。秋田のオフェンス、見事にタダが決めていきました。あ、このコーターもいい入りをしています。タダスリーポイント、選手も必要ですよ ね。さあ野本とタダが行く、決めました。タダのスリー、いいですよ、ね、その場面が間もなく訪れるかもしれません。さあどうか、打ちました、思い切りよくですよね。これですぐに追いついた横浜ですが、引き離したい。さあコーナーが空いていました、見事なコーナースリー、ただです。その差は12です。これも中山、ま、うん、これはただスリー、さあただです、また来ました。人がただを抜いてボール奪った秋田、伊藤からただフェイク入れてスリーポイント、いきなり決めてきました。ただがかわしてシュート、浮かせ気味のシュート決まりました。ただ選手落ち着いてますね、はい、形で決まってますね。そしてボールを奪った中山です。ただ、のスリーポイント、連続スリーポイント、残り時間が間もなく20秒切りました。西野からキーナン、最後フリーになったのはただです。おー抜けてキーナン、うん、トラベリング捉えなかったですね、今ね、よかったですね、はい、ただオフェンスリバウンド取って決めました。白浜ただスライドしてスリー、古川間で割ってきた、パスアウトスリー来ました。